様でした。どうぞ。こんばんは、ラーメン大好きガーソーさん、ガーソーです。この番組はラーメンブロガーである私ガーソーが福岡や備近郊のラーメン屋さんを回って、そのラーメン屋さんの内容をラーメン好きな方々へお伝えするという YouTube 番組です。同名のラーメン大好きガーソーさんという名前のブログも運営しておりまして、文章で読まれたい方は、概要欄の方にですねリンクを貼っておりますので、そちらも合わせてお楽しみください。さて、今回はですね、福岡市東区和城にあります赤のれんクーニャンラーメン、こちらに伺ってまいりました。まずは、写真と動画でですね、赤のれんクーニャンラーメンさんでいただいた、ラーメンと焼き飯ショーと餃子、これについて、語らせていただいた後に、後半の方で赤のれんさん、福岡市内の他の赤のれんさんや、またクーニャンラーメン、赤のれんクーニャンラーメンさんというのがどういうお店なのかというのを、詳しく語らせていただきますので、最後までご視聴よろしくお願いいたします。ではどうぞ。赤のれんクーニャンラーメンは福岡市東区和城2丁目 12-1 にあります。営業時間は11時から23時まで、定休日は火曜日となっております。こちらいわゆる和城通りから少し入ったところにあるんですけれども、赤のれんクーニャンラーメンということで、こちらの上が、多分自宅になってらっしゃると思うんですが、1階が店舗なんですね。この赤いのれんには、昭和35年創業ということで書かれています。これをくぐって店内に入るんですけれども、入り口にデリバリー対応店舗ということで、DD フードの、シールが貼ってありました。入ってすぐ左手には、紅生姜、高菜、そして、たくあんですかね、3種の漬物が、無料で置いてあります。でまず L 字のカウンターや座敷やテーブルがあるんですけど、私はカウンターの方に着席させていただいて、壁にもメニューが貼ってあって、手元にもメニュー表があるんですけれども、いろいろメニューの種類が本当に豊富なんですね。ちなみに店名のクーニャンラーメンっていう名前の、メニューもあって、これ野菜とかわかめとかが入っててかなりボリュームたっぷり、こういう感じのラーメンです。これもめっちゃ美味しいんですよね。で、でも私は割とシンプルな方が好き、かつ焼き飯好きということで、マイ定番がラーメン焼き飯ショーの B セットなんですね。でプラス餃子を今回は頼んでいこうと。ちなみにドリンクも結構種類が豊富で、町中華みたいに食べて飲んでができるお店なんですね。でさらに最近は辛麺もなんか販売がスタートしていて、これまだ食べてないんですが、ちょっとかなりうまそうでしたね。カウンターにはすりおろしニンニク、ごま、胡椒という基本的な調味料が揃っていて、あとは餃子のタレやラー油も置いてあります。まずは注文した、B セット、ラーメンプラス焼き飯ショーですね。プラス100円でトッピングをすることもできるんですけれども、今回は煮卵やキムチ、キクラゲじゃなくて生卵をトッピングしました。こちらが、B セットプラス生卵になります。まずチャーハンは結構焼き飯ショーと言いながら、結構なボリュームがありまして、中華鍋でしっかり炒めて、野菜も結構入ってるんですけれども、ふんわりと、仕上がっていて、でもちょっとしっとり系の、いわゆる食堂の味付けしっかりめの美味しい焼き飯です。ラーメンに関して言うと、豚骨のそのスープがですね、とにかくまろやか。でも塩味はちゃんとあって、旨味のコクっていうのがしっかり伝わってくる、そういう飲みやすいのに塩味のキレもあってっていう、その絶妙なバランスが素晴らしい豚骨スープなんですね。でこのまた自家製麺を使ってらっしゃるんですけれども、この多分28番ぐらいなんですが、この麺がまたスープにめちゃくちゃ合ってるし、このスープとりあえずお母さんがですね、大将のお母様がどうやらスープ管理されてるそうなんですけれども、これが本当に達人技で、でそれがこの麺とめちゃくちゃよく絡んで、濃度もですね、多分ブリックスでいったら6前後で合わせてると思うんですけれども、とにかくこのスープと麺のコンボが素晴らしいんですよ。でこのチャーシューも肉肉しくて、味付けもちょっとしっかりめで、なので本当に勢いよくドロドロいっちゃうんですけど、後半ちょっとこの生卵とをスープに溶かして、こう黄身と麺を一緒に食べると、またよりまろやかなのがさらにまろやかになって、うまいんですよね。で最初の一玉目もあっという間に食べてしまって、まずは替え玉を普通でお願いしました。
ね、こちらのネギとタレが入ったのが、丼に入れてもらえるんですけれども、この普通替え玉を普通で頼むと、あのやや芯が残ったぐらいで来るんですね。でこれもうまいんですよ。あの本当にあの肩でもやわでも普通でもどれもうまいんですよね。で今回替え玉はやわにしてみたんですけれども、やわにするともうドンピシャ芯にあの火が通った状態できて、もうこれが一番やっぱコシがあるなと。バリやわにしてもさらにうまいんですけど、個人的にはまあやわかなと。でももう本当肩も普通もやわもバリやわもどれも好きですね。あとはあの今回餃子もお願いしまして、これはあの8個入りなんですけれども、あの小ぶりな一口餃子なんですが、しっかり焼き目がついていて、これもあのキャベツのザクザク食感とかも含めてとても美味しいです。もうついついあの勢いよく全てを完食してしまいました。もうほんとクーニャンラーメンさん、俺スープ完飲しなかったこと多分ないなっていうぐらい大好きな一杯なんですよね。久しぶりに伺いましたが、どれもこれも大変美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、いかがだったでしょうか。赤のれんクーニャンラーメンさんに語る前に、まずあの赤のれんという店名についてあのちょっと語らせていただこうかなと思います。あの福岡市内には赤のれん何々ラーメンって作らんさんがまあ、3店舗、いや4店舗ぐらいあるんですね。あの一番有名なのはまず赤のれんせっちゃんラーメンさんだと思うんですね。でこの赤のれんせっちゃんラーメンさんっていうのは昭和20年代ほんと戦後すぐにあの創業されているお店でして、もともとは屋台からスタートじゃなかったかと思うんですけれども、箱崎に最初お店があって、それからあの渡辺通りの方にお店が移られて、まあそこで長年営業された後に立ち退きによってあの現在は福岡市中央区大名にお店を構えてらっしゃって、現在が確か3代目というまあお店なんですね。でこれはあの赤のれんせっちゃんラーメンさんに関して言えば、博多ラーメンの源流と呼ばれるお店のうちの一つで、あの3店舗あるんですけれども、まずあの赤のれんせっちゃんラーメンさん、そしてあの前出しの白龍店さん、そして、サンマロという名前のお店があったんですね。で、現在はそれ、ウマウマという名前になってらっしゃるんですけれども、この3つが博多ラーメンの源流と言われていて、このお店、3店ともですね、味は全部違うんですけれども、共通しているのは細平打ち麺を使っているということと、あとあの、醤油がちょっと強いラーメンだってことなんですね。普通の博多ラーメンってあの、割と真っ白い豚骨スープをイメージすると思うんですけれども、昔の博多ラーメンって、あの、豚骨にあの、醤油の返しを入れるときに、その醤油の色目がだいぶつくような作り方をされてたんで、醤油豚骨っぽい、濃い色目のラーメンだったんですね。特にあの、赤のれん、せっちゃんラーメンさんに関して言うと、まあ、だいぶその味も進化して、ちょっと変わってはいるんです。創業としては変わってるんですけど、まあそのまだ平打ち麺も使われてて、まあその名残があります。うまうまさんに関して言えばかなりその元々の味に近いんだなと思うんですね。白龍軒さんは、まあ白龍軒さんもちょっと進化してらっしゃいますけれども、まあその名残がね、平打ち麺ですし。で、どれもまあ、やっぱレジェンド級のお店ということで、まあ美味しいんですけれども、この赤のれんせっちゃんラーメンからご親戚が枝分かれしてるんですね。で、まあこれがあの、和城にある赤のれんクーニャンラーメンさんもその一つで、この大将に以前話を伺ったときは、あの多分親戚なのは間違いないと思うけど、その現在はその本当に交流がないですと。もう3代経ってるからっていうことで言われていたので、赤のれんせっちゃんラーメンの例えば卒業された方が独立して、あの赤のれんゆうちゃんラーメンとか、そうやって独立された方が実際にいらっしゃって、あの赤のれん何々っていうのは福岡市内ではあの、まあ、何店舗かそうやってあるんですけれども、まあ、そういう流れであの福岡市内に店舗が点在していると。でも、経営はそれぞれ別だし、出してらっしゃるラーメンも違います。まあ、今までのちょっと赤のれんの説明ですね。で、クーニャンラーメンさんのご説明に今から入っていきますが、まず昭和35年に創業されて、現在に至るんですけども、現在に対しても3代目。そして、あの、ラーメンは、あの、せっちゃんラーメンとはまた全然別物なんですね。普通のその博多ラーメンに、イメージとしては近い。あの、割と白色に近い豚骨スープ。そして、あの、細麺。で、丸麺なんですね。あの、平打ちじゃないです。この組み合わせなんですね。だけど、動画の中で私が何回も連呼してましたけども、スープがうまいです。いや、本当にここのスープ絶品なんですよ。あの、何がって言われると、まず、あの、豚骨の臭みっていうのはほとんどその、香りはするんですけど、臭みっていうのはなくて、
非常にまろやかなんですが、上品すぎないと言えばいいのか、多分女性も男性もどっちも好きなちょうどいいバランスというんですかね。完全にクリーミーとかでもなくて、乳化しすぎてなくて、で塩味もギリギリまで攻めてる感じ。だからグビグビ飲めちゃうのにしっかりスープとも合うっていう、この本当にバランスが究極に整ってるんじゃないかと思えるぐらいに、ドハマりしてた時期が僕もありまして、本当に不動産屋なんでですね、あちこち行くんですけれども、和城の方には本当に何かにかこつけて仕事を作っては行ってたっていう、そういう記憶があるぐらい一時期ドハマりしていってました。最近なかなかあっち方面に仕事作れなくて行けてなかったんですけど、まあ、今回たまたまちょっとそっち方面に仕事入ったんで久しぶりに行ったんですが、まあ、その大将のお母様がいらっしゃって、そのお母様がスープ管理の達人でいらっしゃるんです。で、アイドルタイムに行くと、大将がちょっと休憩してて、お母様と女性のスタッフさんが回してらっしゃって。もうお母様が作るラーメンがね、大将が作るラーメンもないんですけど、お母様が作るラーメンだとちょっと安心するというか、いやーほんといつまでも元気で欲しいなと思う感じなんですけど、それだけやっぱり長く営業されてる店なんで、お客さんもその常連さんがやっぱ多くて、もう僕みたいなその、いわゆるおっちゃんですね、よりとか上の方々が普通に来たり、週末は家族連れが来たりしてる店で、やっぱ町中華のようにそれこそメニューが多いので、週末はご家族連れも多いし、普通に飲みに来る人も多いわけですね。ちょっとつまんで、ドリンクメニューもかなり豊富で、いろんな種類のアルコールもあるので、だから本当に地域に長らく愛されてるお店でもあるし、でも何よりラーメンがうまいと。この自家製麺の、麺自体もすごい出来が良くて、本当にですね、肩、普通、やわ、バリやわ、どれで食べても、それぞれにうまいと。いうのがまた素敵だなと。こんだけだから麺とスープがうまいなって思ってる店ってそうそうなくて、やっぱどっちかが突出してるのが多いんですね。両方とも突き抜けてこんだけうまいっていうのはなかなかないのと、まあ、あとスープも何かに突き抜けてうまいんじゃなくて、バランスがよくうまいっていうのがまた珍しいんですよ。例えば豚骨濃度がものすごく高いとか、旨味がガツンとくるとか、すごいインパクトがあるラーメンっていうのは美味しいなって思いますけど、そういうのとちょっと違うんですね。ここに関して言うと別に毎日でも食べられるし、毎日でも食べたいぐらいの、そういうバランスの良さが持ち味かなと、そのように思います。なので、もし、赤のれんクーニャンラーメンさんに行ったことがないなと、あるいは初めて聞いたなという方がもしいらっしゃいましたら、ぜひ一度、試していただければ、というわけで、クーニャンラーメンさん、この動画を見ていいと思ってくださったら、ぜひ、チャンネル登録及び高評価いただけますと、今後の励みになりますので、よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。またお会いいたしましょう。それでは、失礼いたします。